はい、どうもこんにちは。北米的自動車ブログのゆうすけです。今日はですね、ちょっとまた外から、動画撮ってみようと思います。それで今僕がいるのがですね、ガーデナというところにいるんですが、このガーデナというところはだいたいロサンゼルスから、車で南に30分ほどですね、走ったところにあります、町でサウスベイというねエリアにあります。でこのサウスベイというのは、トーランスとか、あとこのガーデナとか、あとは、ロングビーチですね、あの辺の町から構成されておりまして、でこのガーデナ・トーランスは結構日系のね企業が多い町ということになります。で今回ご紹介するのはその日系のね代表の、日系自動車メーカーの本社、アメリカ本社ですね、これをご紹介していきたいなと思います。でね、ちょっともうあの近くまで来てまして、ちらちら見えてるので、もうご紹介しちゃいましょうかね。これですね、この中央に見えてるこれ、これがですね、元北米日産、元 US 日産の本社です。もともとはここの、カリフォルニア州のロサンゼルスエリアにあります、ガーデナという町にありました。今はですね、テネシー、アメリカの内陸の方のですね、テネシーに移転してしまっておりまして、ここは、別のタイヤコというね、会社が今は入っているみたいですね。でここに2006年、1970年代から2006年まで、北米日産の本社がありました。で今回ちょっとねその周りをちょっと歩いてみまして、今回はちょっとその周りをね歩いてみて、何かその、ここに元日産があったというね、何か残っているものがあれば見てみたいなと思います。ちなみにですね、日系の自動車メーカー、日本のビッグスリーですね、はもうすべてこの、サウスベイエリアに本社を構えておりました、以前はね。で今はですね、残っているのはホンダのみとなります。この日産はテネシーに移転して、トヨタはですね、テキサスの方に移転してしまいましたね。主な理由はですね、カリフォルニアの、住宅の高騰と、あとは税金ですね、法人税とかの、非常に高いので、まあ、そういったことも移転に関与しているのではないかと言われております。でこれがですね、日産の本社です。元日産の本社ですね。こういった感じで、このビルがですね、60年代の後半か70年代の初頭に建てられたビルなんですけど、ガラス張りで結構近代的なビルですよね。こんな感じで今はタイヤコという、会社が入っているみたいですね。それでですね、今回は、それでですね、今回はちょっとその日系のビッグ3の3社の、本社をね、こうやって歩いて見て回っていきたいと思います。で今回は、その第1弾として日産の元本社ですね、を見ていきたいと思います。でこの次にですね、トヨタの元本社、これも見ていきたいと思います。で最後に、未だに残っている、今もねカリフォルニアに残ってくれている、ホンダの、ホンダオブアメリカのね、本社を見ていきたいと思います。こんな感じでかなり立派なビルですね、もう階数でも10階建て以上は、軽くあるようなビルで、相当大きいです。当時はね、この今タイヤコと書いているところに、
最初は当時ダット山でしたので、ダット山の文字が入って、でその後80年代の半ばにですね、日産に改名して、その時にここのロゴも日産に変えられたとのことです。今ね、なんかその残っているものないかなと思って探しながら歩いてるんですけど、やっぱりあまり何も残ってなさそうですね。おそらく中とかにね入れば何かあるのかもわからないんですけど、外から見た限りでは特に何も残ってなさそうですね。でこのビルがですね、ちょっと三角形になってまして、で今その一つ目の辺を歩いてますので、一応この三角形をね周り歩いてみて、何か、あればまたお伝えしていきたいと思います。ちなみにですね、この、サウスベイエリアですね、まあ、結構もう日系人というか日系企業で、そこに働く人の日系人とか日本人ですねがかなり多く住んでまして、もう日系の企業でアメリカにオフィスを構えるといったら、まず第一に、候補になるのがおそらくこのエリアかと思います。僕の知っている中でこの辺にね、拠点を構えている企業はですね、京セラ、あとヤマハもこの辺ですね、それからまあ、数え始めるとキリがないんですけど、京セラ、ヤマハ、そうですね、まあ、細かいところで言えばヨネックスとかね、まあ日本の名だたる大企業がこのサウスベイエリアに拠点を構えてアメリカでビジネスをされています。で今このね、本社ビルの裏手に来たんですが、こんな感じで川が流れていまして、こういう河川敷、なんて言うんでしょう、川沿いの遊歩道みたいなところを歩いております。それでですね、なぜこのエリアがこんなに日系企業が多いのかということなんですけど、まず第一にその立地の問題が一番大きいと言われていますね。このサウスベイエリアですね、ここは、ロサンゼルスの空港、LAX からもだいたい車で30分ぐらいで来れまして、でこの西海岸でね一番大きいと言われているロングビーチの港、このロングビーチの港に主に日系の企業はね輸出したものをここで陸揚げするわけなんですけど、このロングビーチの港もこの同じサウスベイのエリアにありまして、車でもう15分ぐらいで、着くところにあります。そういったね、ことからおそらくここが、拠点としてオフィスを構える企業が多いのかなと思います。これね、今裏側からこっち側がメインの駐車場みたいですね。かなり広い駐車場があります。それでですね、今この先に見えますかね、このちょっと、突き出たビル、ガラス張りのビルですね、これがアメリカの京セラの本社ビルですねとなります。なんかやっぱりこのカリフォルニアから、ね、日産が、引っ越しするってなった時には、この駐車場で結構車好きがね集まって、そういうイベントとかも行われたみたいですね。ここにもう約40年ほど日産はね、拠点を構えていたわけですので、このエリアに住む人もかなり愛着があったんじゃないかと思います。
このエリアに住む人とのね、その日産の社員さんとの交流も、多くあったでしょうから、まあ、そういったことも含めて結構ね、この日産の、テネシーへの引っ越しというのは結構インパクトが大きかったんではないかなと思います。はい、それでね、今一周してきたんですが、やっぱりちょっとね、何かそういったここに日産があったということを示すものはやっぱり残っていなかったですね。まあ、ですがね、今回はこういった感じで、かつて、日産の本社が存在した、ビル、ここに、存在したビルというか日産の本社ビルですね、これをねご紹介させていただきました。今後も引き続きですね、あとはトヨタの元本社ビル、あとホンダのね、現在の、ホンダオブアメリカの、ビルもご紹介していきたいと思いますので、もしよろしければご覧ください。それではね、今回もご視聴いただいてどうもありがとうございました。でこれがビルの前なんですが、こんな感じで、これがおそらく松の木ですかね、が植えられていて、なんかこの辺もちょっと日本風ですよね。こういった石もなんか日本風な、感じのデザインがされておりました。